ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。1986年から1989年のパソコン戦国史は NEC の圧勝に終わり、覇王 NEC に富士通、シャープが挑戦する形になった。1979年から1985年は8ビット戦争と呼ばれる時代だったんだけど、1986年からは16ビット戦争の時代へと移っていったんだ。8ビット？16ビット？8ビット、16ビットとは、パソコンの心臓部分である、CPU の性能のことなんだけど、車に例えると、エンジンの排気量だね。8ビットが、排気量 2000cc のエンジン。16ビットが、排気量 4000cc のエンジンってところかな。ふーん。まずは、NEC の商品戦略を見てみよう。ホビー大衆向けパソコン、PC8801M2SR。高機能大衆向けパソコン、PC9801 シリーズ。ビジネス向けパソコン、PC9821 シリーズ。シャープの対抗商品は、ホビー大衆向けパソコン、X1 ターボ。高機能マニア向けパソコン、X68000。富士通の対抗商品は、ホビー大衆向けパソコン、FM77AV。高機能大衆向けパソコン、FM タウンズ。NEC は主力商品を8ビットの PC88 シリーズから1980年初めにビジネス向けとして販売していた16ビットパソコン PC98 シリーズに移行。シャープは16ビット高性能高グラフィックの X68000 で挑戦。富士通は、日本で初めての CD-ROM を標準搭載した、32ビット CPU 搭載の FM タウンズで挑戦。果たして、覇王 NEC に、富士通、シャープは、起死回生の一撃を与えることができるのか？次回は、1986年から1990年までの主なパソコンを紹介します。